タイトルはジュピター再生の歌声。制作花火師は同じく今野隆則。この地球から遠く遠く離れた惑星、私たちの手が届くことのないあの星には、一体どんな世界でどんな物語があるのだろう。目を閉じて耳を澄ませば、あの星の声がきっと聞こえてくるはず。それではどうぞ。それでは皆様、採点をお願いいたします。